あの日パパと二人で出てに会ってさ、この世に生きる喜び、そして綿抜きチャンネル、ドドドド、Thank you。やっほー、あれだよ、どうも、綿抜きです。おはよう、久しぶりです。諸事情でね、忙しいから、うん。サボってるわけじゃないからね、ああ。ああ、やめ、久々すぎて、ちょっと登場の仕方がよくわかる。どうも、綿抜きです、こんばんは。さて、このブランク、どうやって取り戻そうかしら。まあ、なんかあれやる？世間話しよっか、たまには。そうだね、そういうのから徐々にちょっとやっていこうか。あ、皆さん、そういえばもう秋ですね。秋も終わって冬ですね。もう寒くなりましたね。皆さん、車のタイヤ、ちゃんとスタッドレスに履き替えました。転ばぬ先の杖ですよ、ちゃんと。タイヤ交換しておきましょうね、うん、空気圧のチェックも忘れないようにね、大事だからね。ねえ、どうしたの？ねえ、あのさ、さっちゃんって知ってる？さっちゃんで、あれでしょ、あの童謡でしょ。そうあれ有名だよね。まあ、童謡だからね、有名とか有名じゃないとかはないと思うよ。ああ、みんな知ってるから、ああ、でも、童謡ってみんな知ってるんじゃない？あれ、いっぱい怖い話あるよね。あるね、そういうの。童謡にはやっぱそういうの付き物だよね。なんか昔からあるから、なんかさ。そう、小説あるやつね、小説。そう。いや、だって、まあ、有名どころだとさっちゃんでしょ？うん、もう説明するまでもないぐらい有名だもんね。そう、あとは花一門目とかさ、あったね。あと通りゃんせ、あれもあるよね。あるね、いろんなパターンがあって、私たちはどれを信じたらいいかわからないけど、まんべんなく信じてます。はいね、いろいろじゃんね。こうなんか埋蔵金とかのあれだったり、こう昔のね、こう子供を売ったりとかさ、そういうあれもいろいろあるじゃん。間引きとかね、うん、ちょっと暗い話になっちゃうね。うん、ねえ、本当の話あれ好き。どれ？クマさんのやつ。あれか、ある日ってやつか。うん、なんでそれが好きなの？だってさ、まず、クマさんは、ま、これだって、クマさんに合う話なんだよ。うん、そうだね。考えてみれば別にクマさん視点ではないよね。女の人視点だもんね。うん。なのにさ、山の中でクマにまず遭遇するんだよ。さん付けだけど。うん、するね。で、そのクマがさ、ま、ちょっと待って、やってみる？ああ、いいよ。俺どれやればいいの？じゃあクマさんやって。あ、いいよ、クマさんやるんじゃ。あー、今日も松茸が豊作だ。わあ。あーってなるじゃん。まあ、なるね。まあ、山の中でクマに会ってるわけだからね、一人でいるときに。でしょ？ね。わーってなってるのいいんだよ、本来ね。すーごい冷静。クマさんに出会ったなんつってるくらいだからね。うん、遭遇だからね、遭遇。ねえ、そこって逃げるわけじゃん。下からさっさーっつって、けどついてくるんだよ、クマが。クマもきっと下からさっさーって思ってるんだろうね。ねえ、ちょっとお待ちなさいって言われるんだよ。あるね、かしれんね。クマが喋るんだよ。ねえ、わかる？みんな。クマが喋るの。もう、訳がわからない、お話。頭おかしくなっちゃう。かわいそう、お話。まあでも確かにね、こう、ね、いきなりこう山の中で会ったクマがさ、こう、はぁってなった後にさ、こう、一生懸命逃げても後ろ、ちらって見たら追いかけてくるんでしょ？ねえ、いきなりこう後ろから、ちょっとお待ちなさい、って言われるんでしょ？お待ちなさいんじゃないよね。
裏があるとしか思えない。え、そこじゃない、まだクマが喋るっていうのが私はちょっと納得がいかないの。そんなん言い出したらだってもう、あ、もう、な、おい、だ、もう何も成立しなくなっちゃうよ。ねえ、いいの？まあ、じゃあいいよ。じゃあいいよ。ちょっとお待ちなさいって言うじゃん。止まる？まあ、普通は止まらないよね。さっきも言ったけど、漢字裏があるからね。なのに、彼女は止まるの。へえ、つって。まあ、いいっつったかどうか知らないけどね。まあね。貝殻の、なんかイヤリング、落ちてますよ、みたいな感じで渡されるんでしょ？うん、そんな感じだったと思うよ。で、クマはさ、あの山の中でさ、その、落ちた貝殻のイヤリングを見つけるほどの余裕があったの？人間に遭遇してるのに。まあ、あれじゃない、あのほら貝殻のイヤリングって多分あのなんか白っぽいじゃん。それがこうなんかあのこう山の中のこの土っぽいところに落ちてたらはっって気づくんじゃない、はい、はなんだこれつって。え、まあそうかもしれないけど、なんかやだ、わたなしはなんか違う、いろいろ。わたなしが違うんじゃない？いや、わたなしは正しいよ。いや、いつだってわたなしは正しいよ。うん。そこで、わたなしが思ったの。それは熊じゃなかったんだなって。おっと、またいろいろ話が変わってくるぞ。いいのか、それで。どうするんだ？熊じゃないっていうあれで行くとしたら、どうなるんだ、それは。何になるんだよ。クマみたいな漁師。あ、まあ、絵浮かぶけどね、どんな感じかは。うん。クマだーってなってるけど、その漁師的には、クマって言われたみたいな。まあ確かにね、だったらこう、ちょっと、やべ、なんか、あの人落とした。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。って言いしね、クマじゃないよっていうこの弁明ね。そういうあれかもしんないってこと？そこは別に考えてないけど、まあ、喋るって観点だよね。そこだけにこう、あれを当てたら、やっぱ、漁師だったんじゃない？クマみたいな。まあ、そうでしょうね。そうなれば。だからこそ、今の中で熊にやったんだよ、みたいな歌にもできるわけだしね。でしょ？笑い話になるでしょ？山の中で熊に遭遇して、わーって思ってよーく見たら漁師だったって、相当面白いでしょ？うん、まあ、面白いのかな、それ。まあ、話のネタにはなるよね。これ何の話？なあ。ねえ、これ何の話？ねえ、今回は、わたなしが持ち込み企画をしました。これ、わたなしの持ち込みの企画だったの？どういう、あれだったの？ねえ、わたなしが、あの、森のクマさんはちょっとおかしいんじゃないかな。頭ぶっ飛んでちゃって、なんで、はい。はい。そんな感じで、今回も、今回は、ま、こんな感じで、リハビリがてらね、やらせていただきまして。わたなしもね、ちょっと、久々すぎて緊張しちゃってるから、ね、わたなし、大丈夫だよ。大丈夫、心を強く持とう。いつもみたいに。うん。別に、わたなしは、いや、わたなしは別に間違ってないと思ってんの。ね、熊が喋るってわけがわからん。ね、どういうこと、プーさんなの？プーさんに会ったの？今回もお疲れ様でした。次の更新はまたちょっと空いちゃいます。すいません。そんな感じで次回まで。おっと、ルル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 ル
よくわかんないから最後にちょっと一本締めするね。よー。もう一回もう一回もう一回。よー。ならず。では、お疲れ様でした。おーととととととい。みんな、どうも、ありがとう。次の動画もよろしくね。お楽しみ寝ちゃった。はい、チャンネル登録の方はこちら。こちらのデーモンクックからお願いします。ツイッターもやっています。概要欄からご確認ください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。起きてるってば。じゃあねー。